こんにちは、ビーすけです。ということで始まりましたレゴの新作をチェックしようのコーナーでございまして、本日は噂の新作セットになりますジェットコースターの画像がリークしましたので、チェックしていきたいと思います。ジェットコースターのセットといえば2018年にこちらのセットが発売されていますが、その第2弾になります。2022年に発売が噂されているセットは1回転のループが採用されますよということで、どんな内容のモデルになるのか僕もねワクワクしてたんですが、今回リークしました画像でその全貌がですね明らかになりました。こちらになります。いやー、いい、めちゃくちゃいいですよね。本当に1回転のループがコース上に設置されています。しかも1つだけではなくて、なんとね2回転するようになっていますよね。いや、これは本当素晴らしいですよね。そしてなんといっても注目すべきポイントがですね、1回転するループだけではなかったっていうところなんですよね。そうなんですよね、このセットの左側の部分が大きな鉄塔のようなモデルになっていて、フリーフォールのような形式が採用されているんですよね。いやー、これはねちょっと想像もしていなかった内容なので本当にびっくりしています。ただ振り返ってみると、2022年の6月18日にレゴ公式が全世界に発信するイベントのプロモーション映像でジェットコースターのような建物が映っていたんですが、その時は1回転のループもなかったし、この鉄塔のようなねモデルも何なんだろうっていう状態だったので、これが新作セットだとはね確信は持てなかったんですが、このフリーフォールのような部分だったんですね。ということはこの映像自体も実は新作セットの匂わせ動画だったってことになりますね。そしてこの鉄塔のような部分を利用して車両を一気にレールの最高到達点まで上昇させて、そして一気に垂直落下させてからの2回転ループ。これが今回のジェットコースターのコースということになりました。このコース自体の長さは前回のセットよりかは多分短くなってると思うんですが、その代わりに垂直落下や2回転ループなどリアルでいうところの絶叫系の設備をね追加してきた感じになりましたよね。いやー、今回もめちゃくちゃいいデザインだと思います。パッケージの裏にはこのように別売りのパワーアップファンクションと組み合わせられる内容が載っていますよね。前回のセットでは専用のノブを回転させることで手動で車両を登らせることができて、そこに対して別売りのパワーアップファンクションを設置すると自動で車両を登らせることができるようになったんですが、今回も同じような内容ということで、この鉄塔の部分を自動化させて自動でね車両を上昇させていくモデルになるんだと思います。ミニフィグに関しても画像を見る限りですと10体くらい付属していそうですし、いやー、早くね実物のセットを見てみたいですよね。もうここまで画像がリークしているということは、レゴ公式からの正式発表に関してももう間もなくだと思いますし、もちろん発表があり次第また改めて動画にしていきますので、続報をお待ちいただければと思います。ということで本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。